ゲストになったレシピコーナーですね、はい、流血師団、はい、ちなみに流血の竜は竜です、はい、ドラゴンの方の竜です、そうですね、はい、間違って血を流す方にしちゃうんですけど、はい、ドラゴンの方ですね、はい、お願いします、はい、流血、ね、あの師団は、まあ、テーマとしてというかね、まず使うキャラクターはあの彼ですね、うん、結構悪者ですね。悪者ですね。見た目的に。はい。そうそう。まあ、近々、こう、アニメにも出るというね。また、こう出てくるみたいなね。で、いよいよこれを使うみたいですね。うん、いよいよ。ああ、なるほど。はい、じゃあ、また強化あるんだな。そうですね。うん、まあ、ちょこちょこなんか出そうな雰囲気ですね、はい。はい。で、テーマがですね、ドラゴンワールドにあるまじきカウンターデッキですね。完全なる。うん、はい。カウンターコントロールと言いましょうかね。はい。なんかちょっとダークネスドラゴンっぽいんだよね。そうですね。うん、動きがだいぶ似てますね。まあ、なんといっても中核をなすエースがこれですね。はい、うん、このね、流血眼って書いて、うん、ブラッディーアイズって言うんですよね、うんうん、このカード名の特徴がね、こう独特のこの十字架ので漢字を挟み、その後は同じことをカタカナで言うっていう、うん、あ、本当だ、はい、流血眼、はい、ブラッディーアイズ、はい、なるほど、こうっていうのが川沿いリバーサイドみたいな、ね、井上陽水的なね、はい、っていうのが全部なんですよ、うん、なるほど、全てそういうカード名できてるんですけど、うん、はい、本当だ、それがね、魔法もそうです、うん、本当だ、はい、って感じで書いてカタカナで読むというね、はい、っていう感じにね、英語の勉強までできるってことですね、まあ、うん、英語かどうか微妙なところですけど、うん、まあいいでしょうと、はい、はい、でこれがね、なんといってもこう一番強く、はい、コール時にね、3枚のソウルを貯めながらやってくると、うん、はい、でこれがね、さらにまず相手のね、ワードモンスターがカード効果で破壊されると、まず相手に1ダメージが毎回入ると。で、アタックフェーズ、相手のアタックフェーズ開始時にスタンドしているモンスター1枚を選択して、うん、そのターン中選んだカード効果、カードの能力を無効にして、その上で、うん、可能ならばそのカードが 1回目の攻撃で1枚でこのカードに向けて攻撃しなければならない、うん、まあ、反撃待ちにアタックしなきゃいけないよって、はい、そうですね、しかもカード効果を無効にされてこれにアタックするんで、まあ、ソウルガードがあろうが何だろうが吹っ飛んでいくということになりますね、はい、うざいんだよ、そうですね、で、うん、そうすると、まず確定で相手に効果ダメージ1が飛んでいくと、そうだね、反撃も効果による処理だからね、はい、そうですね、はい、ってことか、はい、っていうね、形でこう突っ込んでて、相手のね、じわじわと相手の盤面とね、うんうん、ライフを削りながら動いていくよっていうカードがエースになります、うん、まあ、攻守も強いんですよね、攻撃力1万、守備力8000なのでなかなかの数値です、うんうんうん、そもそも短期で8000を超えてないとこれのカードのソウルを外すことさえできませんからね、うん、はい、うんうん、そうといった意味でね、かなりこう厄介なね、エースモンスターを、これガルガンチュアでアタックした場合どうなんだ、まずガルガンチュアドラゴンの効果を無効にしてアタックしてこいっていうことになります。そうか、GAVOできないのか、できなくなります、消えてるから、はい、GAVOを許してもらえないってことになります、ってことがそもそも消えちゃってるから、はい、そうですね、だから GAVO しないで、まあ、そういうね、相手がもう何でしょうか、こう切り札1枚で攻撃してくるよっていうデッキには、うん、とても強いですですね、はい、いや、そのサブアタッカーでこの守備8000ってなかなか届かないですね、なかなか強いですね、だからこれを超えるのはなかなか、ね、骨ですね、相手としては、ね、はい、うん、これがセンターに立つだけで結構で、ソウルが3枚も入ってるんだっけ、そうですね、コール時に3枚ソウルが入るんですよ、結構無理だね、はい、これ主人公どうやって倒すの、これ、まあ、多分なんでしょうね、こうソウルを引き抜くかどう何するかっていう感じになるかもしれませんけど、アニメで、まあ、戦うことになるかもしれない、ね、もしくはカード効果で破壊されないっていうのを別のカードで封鎖すれば大丈夫、あれか、はい、あとね、あとね、そうとか、うん、っていう方法がちょっと考えられますが、ね、はい、まあね、全く、まあ、攻略不能ってわけじゃないんですけど、それでも強いですよね、あの剣だって装備してれば、まあ、反撃では破壊されなくて、で一応、まあ、GA は出ませんが、うん、ね、出ませんが、例えばこう、ね、うん、ガルガンチュアモードスイッチかなんかでこう無理やり GA をしちゃうっていう方法はありますよね、なるほどね、はい、魔法から GA をする、あ、とかそうやって倒すんだろうね、きっと、ね、はい、みたいな、まあ、なんか倒すんでしょう、うん、はい、ね、で、ですね、これがサイズ3なんですけども、これがセンターにされるとまずゲームにならないんですよ、このデッキ、なるほど、はい、なのでこれをプリズムみたいなサーチはあるのかな、いや、ないんですね、ないんだ、だから意地でも引き当てるしか、その辺の安定性はないんだ、はい、で、サーチはできないんですが、ちょっとめくって探すことはできるんです、例えばこちら、場に、流血師団のモンスターがいれば3枚めくってうち1枚をゲージに置き、はい、そのうち1枚を手札に加え、残りは捨てるかソウルに入れるかっていうことを選ぶことができるんです、ね、強いじゃん、普通に、なので、実はその辺にサイズゼロモンスターってのが向こうにいるんですけども、うん、その辺を出してこれを打てば、とりあえず3枚めくって探すことができると、なるほど、はい、うん、
だからまあ全くね、あの可能性がないわけではないっていうところですね、うん、はい。まあ、それでも引かないときは引かないんで、そうだね、 そこの不安はあるね、はい、なのでしょうがないんで、うん、こうサブ的なサイズ3を入れざるを得なくなってるんですよ、うん、はい。で、もう一個実はガチリアの同じようなサイズ3がいるんですけど、うん、あっちはあの明らかにブラッティアイズの介護感以外何もでもないんですね、うん、だから一回ブラッティアイズ出してしまうともう使わないんですよね、そのサイズ3、うん、でもそのサイズ3はあのゼロになれるんです、サイズが。あ、なるほど、はい。だからこれはいいね。そうです、だから来なければとりあえずそれで持たせると。で、そうこうしてるうちに回してるうちにブラッティアイズが来たら現れてくれるので、うん、そしたらチェンジするという感じで、うん、交代していきます。だからしかもソウルガード持ってるんだ、持ってますからね、はい、うん、だからそれでちょっと持たせていこうかなっていう考えがこの辺で有効かなと思いますね。でその後引いちゃっても腐らないんですね、あの、うん、3が2台などできるんで、はい、うん、出てるんで、はい。で、あとこのカード他にもモンスターがいるんですけども、これが2-1なんですよ、サイズが、うん、もちろん並べ立てることはできません、うん、こいつらはですね、手札からあの、うん、場のサイズ3のソウルに入るっていう効果を持っているやつらです。でこれがソウルに入るとまずワンドローします、うん、あ、スーパー強い、はい、でさらにこのカード1枚につき自分の師団がこっちがあのソウルのカードに入ってるこのカードが、うん、攻撃力プラス3000にして貫通を得ると。なるほど、打撃も上がってるな、打撃も上がります。 なのでこれを入れれば入れるほど強くなっていく。そうだね、ドローしながら強くなっていく。そうですね、引いて強くなっていくよっていう。だからちょっと実はあの気空隊と似てるんです、少し動きが。あ、はい、最近場を離れにくいやつ出すよね。そうですね、なんかね、はい、うん、そう結構そういうの多いですね、うん、そういうの多いね、はい。それが面倒くさくてさ、うん、でそれに対するアンサーにロストが出てきてさ、そうですねそうっすね、大丈夫かなって思うんだけど雑だなみたいな。なかなかね雑なんですよ本当に。その最近雑だよね。そうなんです、うん、でこのね、でさらにこうこっちが2つ目なんですけども、これが同じくソウルに入れるとワンドローして、うん、このカードがソウルに入っている限りそれ1枚につき自分が受けるダメージを1点減らすっていう。じゃあ効果ダメージで詰めるのも難しくなる。難しくなります。さらにあの貫通も効果ダメージなんですよね、うん、そうだね。なので、これが埋まってれば、うん、これ越しに貫通してきたアタックもそのために1点減ってしまうということができるようになりますね、はい、なるほど。そうでこちらがゲージ入れるとゲージが増えます。うん、さらにこのカードがこのソウルに入っているモンスターがアタックするたびに相手の場のカード1枚破壊します。突然重複します。なるほど、はい、入ってた枚数分一発のアタックで破壊します。強いな、はい、こいつは普通に2回攻撃です。はい、なのでまあ2枚入っていれば4枚ぐらい相手の場を破壊できると。それぐらい破壊しないと最近無理なんかもね。まあ、そうですね、そんな感じで、うん、戦っていくのがこちらです、はい、でこちらが、破壊すると0ですね、まあ、横に立つ、うん、あのアタッカーですけども、こちらが3、0、はい、0ですね、まあ、並ぶやつですね、はい、展開で、そうですね。でこちらが、破壊すると相手の場のカードを破壊、相手の場のカードが破壊された時に自分の場に師団があるならば、1ゲージチャージ1ドロー、なるほど、で単一効果です。なるほど、なので自分ターンでも相手ターンでも大丈夫。なるほど、なるほど、はい、自分ターン中だったら普通に、まあ、殴れば戦闘破壊すれば倒れる、うんうん、で相手ターン中だったらブラッディアイズの効果で反撃で倒す、はい、っていうパターンになりますね。結構テクニック系だよね。でこちらがちょっと2番手で、うん、こちらがあのその効果をこの条件を満たすと相手のハンド1枚もういいと。なるほど、はい、ハンデスス、ほう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 、はい、相手が強いな。そうですね、だから相手が展開してきて、うん、そこをブラッディアイズで潰した挙句にハンド1枚捨ててくださいって言うんですね、うん、ターン1回。結構強いな。強いですね。だからこの盤面が揃うととても厄介な布陣が出来上がります、うんうんうん、まあでも最近スーパードローするからね。まあそうですね、1枚2枚だったら、まあ、そうちょっと削ってもねでもきついと思うけどね。なりますけど、でもそもそもまあいくらドローしても並べられる枚数っていうのは限りがありますから、うん、そこを合図で止めてしまうことによって結構なんとかなっちゃうんですね、うん、はい。でさらに破壊が成立するとこの辺が強くて、ですね、これ自分の場に師団があって、このターン中に相手の場のカードを相手の場のモンスターが、破壊されているならば使える、まあ対抗で使うからね、はい、2ライフ2ドローです、うん、はい、自分の場に師団があって、相手の場のカードを破壊しているならば、うん、っていうことは、うん、要するに、まあ、戦闘を破壊して2ドロー、うん、反撃で倒して2ドロー、そうだね、っていうことができるようになりますね。なるほど、そうですね。でさらにこれはあのこのターン中相手の場のモンスターが破壊されているならば、例えば相手がね、うん、こう次回効果を使ってもこの条件満たすんですよ、うん、まあそうだね、はい、なのでそうですね、それでも大丈夫と。まあメインフェーズで自分のメインフェーズで打つのは難しそうではあるけども、はい、まあそう非常に強い、全然強いです。余裕で条件を満たせるし、はい、なので相手ターン自分のターンで期待できるので普通に4枚入れても問題なしと、うん、ね、はい。でこちらが、相手が攻撃してた時にその攻撃を無効にして相手の場のカードを破壊すると。なるほど、はい、まあ、攻撃無効プラス破壊か、そうですね、攻撃してきたカードを破壊します。してきたカード、はい、なので、まあ、アイテムとかでも、はい、アイテムでもモンスターでも破壊できます、うん、これで、
はい、で、まあ、師団が言うならば破壊されるんで、それはそれでこう1枚分破壊されたらまた合図が反応して1ダメージとか言えるんですね。それ、はあはあはい、この1ダメージって単一？いや全然、あ、なるほど、破壊した回数だけ、はい、じゃあ詰める、ライフ詰めるギミックも入ってるんで、そうですね、なので破壊しただけ、その分だけ飛んでくると。でこちらがね、あの普通にゲージ加速カードですね、ゲージチャージして、うん、で場にさらにサイズ3の師団がいるならば、なるほど、ライフ2プラス1ドローですね。なるほど、事故ってると死に札になるね、これね。そうですね、で、まあ、まあでも、まあ、巡回路です、回転させるためのことですね、はい、はい、で、こちらがですね、設置魔法なんですが、うん、場の師団の攻守を1000上げます、1枚につき。なるほど、はい、で複数枚貼ることができます。なるほど、そしてこのカードがある限りカード効果を無効にされず、ソウルを引き抜かれない。あ、まあより固くしたいってことか。そうですね、でこういうふうに、まあ、ソウル全部抜くとかあるからね、はい、それだとです、ね、最近だとカオスじゃない、あのロストだと場に行った時相手の場の効果を無効にして破壊するとかあるので、これが一発で飛ぶことがなくなります。それで、なるほど、はい、硬いね。硬いです。硬い上にやってることこれとか入るとロストだもんね。そうですね、はい、で破壊ね。そうですね、しかもあのロスト、しかもこのブラッディアイズを起点したこの師団って、この合図が特にロストに強いんですよ、すごく。盤面が出来上がると、まあ、カード効果でまず無効にされなくなるので一発で飛ばない、うん、でアタックフェーズに入ってバニティからアタックしようとしても、うん、バニティの効果を無効にして最初に突っ込んでこいって言えるんですね、うんうんうん、そうすると複数回アタックを封じられた上にバニティが勝手にやられていくてい、うん、戦闘処理でソウルはいくつか破壊されるかもしれないけど、そうですね、まあ、でも1枚ですね、多分破壊されるの、うん、でバニティも効果で破壊されないという効果を消してますから、うん、バニティ一発これに攻撃したら飛んでくるんですよ、どっかに、うんうん、はい、あ、そうか、1万だとぴったり防御、そうですね、あの、うん、バニティの防御力1万なんで、うん、反撃できちゃうんで、反撃で届くんだ、ね、はい、届いちゃいます、うん、なのでこれで一発破壊ってこともできるようになるんですね、うん、はい、だから結構ロストに強いんですよ、ロストに強いんだね、実は、はい、うん、で、うん、あとは、こちらがですね、場の師団が破壊されるときにそのカードを場に残せるっていうのがですね、破壊を無効化してるね、しかもそうです、無効です、破壊無効です、破壊されないんだね、はい、破壊されません、でさらにライフも伸びちゃうと。じゃあこれ相手の破壊トリガーを、だから相手の流血師団を、はい、まあ、破壊されてませんけどって言える、まあ、とか言うこともできますし、単純に自分の場のカードを、残すこともできます。そうだね、そう、例えばライフもついた、はい、厄介なのはこの辺を突破されると一発破壊とかあり得ることになっちゃうんで、ここを守るとかですね、うん、ああなるほどね、これを守るね、はい、そうですね、ここを守るとか、これはモンスターって書いてないんだな、うん、流血師団、そう、ね、師団なら何でもいい、じゃあこれも流血師団の設置魔法なんで、はい、大丈夫ですと。で、あれが実はあのあれガルガのカードなんですけど、ドラゴットバール、はい、はい、でもあのこれソウルを引き抜くのが活動条件なんですよ、はあ、流血師団って見ての通りこれソウルが山積みになるんですけど、ね、だからそれをコストにして打てば、うん、それがもうお得に活動できると。なるほど、はい、なるほどなるほど、そう、しかも確かこれ破壊だったかな、なんか破壊もあるね、そうですね、だから破壊と効果相まって相性もいいんですよ、ワンドローついてるのもあるし、なんかソウル全抜き破壊もあるし、そうですね、なのでそういうその辺の兼ね合いで実はこう合図と向かい合って、もし相手がこう、うん、あのうっかりこれを貼れてない状態でやると、確かにこれは合うね普通に、ね、そうですね、一発で相手のこうね、まあ、このイラストだと、まあ、ジエボしたやつをコストにして欲しい感じは出てるけど、まあ、本来ならジエボがコストのはずなんですけど、まあ、うん、でもまあこんだけ入るんだったら、まあ、やりますよね、まあまあまあ、っていう、そうですね、はい、でこちらが武器で、これがですね、センターにいる師団が、まあ、いてもこうセンター越しに攻撃できる武器なんですけども、はいはいはい、でまず、場の師団すべてが相手の、まあ、自分のモンスターすべてですね、うん、相手のカード効果で破壊されなくなります、はあ、はい、常にあの自分の場の、はい、師団すべてが、それどうすりゃいいのよ、じゃあこれを何度もバウンスとかすればソウル剥げるかもしれない、ね、まあ、そういうことになりますね、うん、あとはさらに攻撃以外で自分が受けるダメージが1点減ります。なるほど。また貫通とか効果ダメージが1点減ります。なんか痛いよね、減らすのも、はい。そう、これです。だからこれと相まって、うん、ほぼほぼ効果ダメージが期待できなくなるっていう。なるほど。はい、こともできますね。なるほど。別にこう例えばこうお得意の例えばあの罠とかのデッキで、まあまあ、全く効かないですよね。一点削るですよ。いや全く減りませんっていうことが起きるんですね。うん、これね、結構罠洗練させたけど全く効かなそうな、ね。そうですね。で、あとはあのこれがカオスで使われた、若干アトラ感もあるなこれね。そうですね。で、あのまあこれでカオスで皆さんお世話になりましたよね。うん、マシンサクリファイス、はいはい、場のカードをドロップに送ってドロップのサイズ3を場に出すと、うん、サイズ3ですよねっていう。なるほどね。はい、本当にやられそう、これは粘り強さの意味か、そうですね、本当にやられそう、まあ、5枚目のこれみたいな、そうですね、本当にやられそうになったら これともう一回これをドロップに置くともう一回出し直すとか、うん、あとはあのこれがドロップにいっちゃって手札にありませんっていう時に何、うん、かとチェンジすればいいんですよね、適当な何、うんうん、かセンターにモンスターを置いて、うん、それを相手探知に交換させてこれに入れ替えちゃうとか、コールコスト払ってるってところがポイントだよね、これそうですね、コールコストで、はい、ソウルが入る、ソウルがまたリセットされるみたいな、そうですね、また3枚使い方ができるんですね、はい、入っちゃいます、それで、はい、っていうようなこともできますので、ね、はい、はい、でこれが最後必殺技決め手になりますけども、はい、このターン中相手ターン中にですねあの打つカードになりますけども、はい、相手ターン中に相手の場のモンスターが
自分のカード効果で破壊されているならば使える、はい、2ゲージ払ってこのターン中破壊された相手の場のモンスター1体につき相手に2ダメージを与え、このダメージは減らない。まあ、要するにこう効果破壊でずっと破壊すれば、また3体ぐらい破壊しただけで 6ダメージぐらい飛んでいくんです。そうか、この辺も守備魔法も破壊ついてるから、あとは戦隊立ち上がってれば頑張って相手がアタックしていくんで、うん、例えば、反撃をソウルガードで耐えたってのも1回数えちゃうんで、うん、そうだねそうだね、はい、うん、でなことやってると意外と6回とか、こいつ立ってるだけでも、まあ、4点ぐらいいきそうだね。そうです、ね、これ1枚でも、はい、これ1枚で耐え切ってなんか反撃でなんかすごい破壊しましたっていうだけでも、うん、3枚ぐらい破壊してればそれで6ダメージ入ってくるんですね、うん、これで魔法にも破壊がついてたりするから、ね、あ、これが破壊ですね、これもだし、はい、そうですね、はい、そういうことか、そういうことをやって、まあ、さらにこれがいい味出したのが、破壊するたびに1ダメージ与えるじゃないですか、あ、そっか、ライフがこうやって減ってくるんです、なんだんだん、なるほどね、はい、圏内に入ってくるんです、ね、そうですね、だんだん圏内に入ってって、うん、じゃあ最後フィニッシュラインまで来たら、それを打っておしまいっていう、まあでもこれ疲労ギミックはないから、はい、あれだね、引いてくるしかないんだね、まあ、運ですね、なんですけど、うん、結局3枚めくってどうのこうのとか変わるんで、意外と来ちゃったりとかってことも、意外と来ちゃうんだね、あとは、まあ、入れるたびに泥とかもやってますから、はい、うっかり来ることが結構あります、ね、まあ、引いてくるしかないから、ね、はい、そこは特徴としてはですね、あの早いのロストに対して結構有効に戦えるっていうところですね、はい、とにかく何と言ってもアタックフェーズ開始に相手の場の効果を、まあでも硬さはすごい分かったけど、攻めがどうなのかなって感じ、あの自分のターンの攻撃など緩くていいです、はい、アトラと一緒です、相手ターンで強い敵ですね、はい、で破壊して1ダメージをビチビチやるっていう、そうですね、はい、あとはやっぱりあのこの辺がとてもいいやつとか、効果があのこのカードを、まあ、1ゲージ払ってレストですね、あれしなかった、バカ対抗で、うん、騎士団モンスター1枚選び1ゲージ払う、そうするとスタンドさせるっていう効果があります。なので、うん、要するにこうたっぷりソウルに入れたこの辺とかを3回目の攻撃をさせるとかですね、あで、そうするとアタック時効果が出るみたいな、全部アタック時効果出ますね、それで、はい、なるほど、ってなこともできるようになるので、なかなか、ね、はい、大味な顔になっております、ね、やっぱいいね、はい、強そうだね、うん、そう、うん、かなり強いですよ本当に、うんうん、なんかところですかね、はい、そうですね、はい、まあこれ100円パック無機通、あ、でも100円パック以外のカードこれだけ、はい、それだけです、あと全部100円パックで、うん、まあ、これなくても別にね、あ、なくていいです、もちろん、はい、別になくたっていいです、だ100円パックで完結するんで、うん、これは1で50円ですよ、はい、はい、たくさん買うとですね、あのこの辺がちゃんとそうっかり揃ってくれれば、や、うん、大きな山なのはこの辺ですかね、あ、でもさ、これないとって、でもその妥協枠のガチラがあるのか、いや、しかしそっちは弱いんで、ちょっと、はい、ちょっと弱いんですよ、それにガチラだったらもうこれが完全に上なんで、やっぱね、これはね今600から700円ぐらい販売して、うん、そうですね、やっぱ強いんですよね、まあ、それでも安いよバディ、まあそうですね、安いんで、最近のポケカーバブルに比べて、まあ、そちらと比べるとちょっとまあまあまあ、でも比較的全然安く作れるじゃん、そうです、で安上がりな上に強さはかなりのものですよ、うん、そうだね、はい、あの今の流行りのデッキは、まあ、勝て、うん、全部勝てるとは全然言いませんけど、ちょっとテクニカルだね、はい、そうですね、うん、でもかなり、うん、あの強いです、これに勝つ、うん、簡単に勝てるデッキの方が少ないぐらいですね、うん、かなり頭使ってようやくなんとか勝てるかもしれないみたいな感じなんで、本当だよ、どうすりゃいいか分かんないもん、はい、だって普通に、そうですね、かなり強いですよ、でも風流としては、はい、まあ、無効化するに対して無効化されないマンを使えばっていうところはあるよ、ね、はい、だから最近無効にされないマンはちゃんと備えてるんで、うん、その辺をうまくぶつけ合って、そうだね、はい、そうしていけば何かアタックしてて、ね、なんかソウルが尽きてみたいなことが起きるかもしれない、はい、なんとかすればあとはバウンスでか、そうですね、バウンス戦術でみたいな、うんうん、そう、ただ当然対抗策がいろいろあるんですけども、それでもちょっとひねらないと突破できない、ね、相当難しそうだね、そう、うん、簡単には突破されないですね、うん、はい、ありがとうございました。チャンネル登録、 Twitter のフォローよろしくお願いします。あなたが